ます。皆さんこんにちは。こんにちは、こんばんは、おはようございます。こんにちは、こんばんは、おはようございます。秋葉レイディオの時間です。最近さ撮ってないや。はい、今日はですね、もう東京最終日ということで、やり残したことはないかなと思いまして、私はあれに乗ってみようと思います。じゃじゃん、ハトバスです。ハトバスじゃないんか、スカイバス、天井が開いてるバスで東京をぐるっと回るというあれをやってみたいと思います。ですね、今日いっぱいバスで見て回って懐かしかったですね。結構営業してた時は本当いろんな会社さんに訪問させてもらってたから、あーここも行ったなとかって思いながらね、ちょっと懐かしくなりました。でですね、明日もう大阪に行くんですね。はい、家のちょっと引き渡しで明日は大阪にもう朝早く出発するので、もう本当に引っ越し作業を全部これまとめて残りやらないといけないという状況ですね。でしかも今回の引っ越しややこしいのが、大阪に行くんだけど、私は広島で出産はするので、広島にまあ少なくても
3ヶ月かな、まあまあぐらい、それ以上いるかもしれないんで、広島に送る荷物と、明日大阪にとりあえず行く分と、で引っ越し業者さんに持ってってもらうものに、こう3つカテゴリー分けてちょっと整理していかないといけなくて、あ、なかなか、まあまあ、でもあと残り言うて言う、あとまあちょっとなんで頑張ります。さっきこれお友達の旦那さんが届けてくれたんですが、この赤ちゃんのバウンサーをいただきました。お下がりでありがとうございます。これもだから広島にちょっと大きいけど送ります。あ、よくいしょ。お姉さん座りはね、あんまりね、良くないからね。よくいしょ。このパーカーでもいいな、着やすい。いただくよ。あ、もうダメよ、夜ご飯食べてから。トレーニング前に、俺さ、ダメ、トレーニング前に来なくなかって。うわ、すごいね。じゃあシャインマスカットだけ食べさせてもらいます。持ち合いか。シャインマスカット食べてみる？いただきます。すごい、イチゴの種類がさ、これはアマオで、紅ほっぺと。シャインマスカットがこの衣に包まれてる感じ。もう、さあ、シャインマスカットやもん、これ、中。淡雪ってこれ白イチゴちゃん、これ。紐ついてるから、これで、こう、切ったら、あの、なんかいいんだって。じゃあそれ半分かしら。あんた一個まるまる食べたやん今。はっ、おまか、ほら、もう一回、もう一回巻かなかわ。もう一回、もう一回巻き。お、切った。わあ。ダメダメダメ、切れた、イエーイ。やばい、おいしい。ちょっと弟がですね、これをさっき持ってきてくれたんですよ。優しいね、弟の彼女さん。うわ、甘おう。甘おうね。うん、腰がやられてる。ついに引っ越し作業が終了しました。ただいまの時刻は1時39分でございます。明日は朝何時に出るん？7時ぐらいか。やばいね。じゃーん。なんか空室がないって。で、私は引っ越し当日立ち会えないので、いろいろメモをね残しました。こういう感じでね、こうだよって。はーい、よし、ではお風呂に入って寝ましょう。また明日。では東京お世話になりました。このお家もありがとう。最後に朝日が。東京さようなら。はい、なんとか間に合いましたね。
大阪に着きました。わーい、めっちゃ懐かしい。何2年ぶり最後に出張できて、それ以来。今からホテルにチェックインします。あ、チェックインはできひんのか。荷物だけ置きに行きます。どうして大阪に住むんですか？誰が来いとかわからないやつちゃう。新しいなってる。新しいなってる。はい。え、2年前にノリで勢いでマンション買ってしまったんですよね。うん。大阪に住むかなと思って。そしたらその後にも東京に引っ越す、東京に行くことだった。そうやな。今さらマンションが完成した。今さら。の説明会が終わりました。今から新しいお家に行きます。イエーイ。明夫は何回行ったことあるの？俺なんか前ここ通るたびに、大阪来るたびに、うん、ちょっと嬉しくなってどれくらいできてるのかなっつって前の方たまに行ったりしてた。え、中入ったの？中入ったのはあの動画送った時だけ。ああ、じゃあ1回だけね。私は初めて今回中を入ります。楽しみですね。今新しいお家に到着しましたので、この空っぽのお家少しお見せしたいと思います。はい、まず入っていきまして、スライドドア、キッチンがなんとなんと、あ、すごい。てか、蛇口、あ、これ、浄水器これ。うん。あ、いいやん。浄水器ついてる。で、なんとね、じゃーん、食洗機がついております。これはすごいいいね。これからすごい使いそう。こっちに行くと、ベッドルームですね。前の部屋、家よりも全然広いから、ベッドがしっかり置けそう。置いてもまだ全然スペースある。ベビーも一緒に寝れるね。ベビーベッドも置けるな、これだったら。で、なんとウォークインクローゼットがあります。嬉しい。前の家収納少なすぎたから、これでだいぶ楽になる。続きまして、こちらおトイレですね。おトイレはまあまあこんな感じで、お手洗い場もついてる。で、こっちがお風呂。お風呂は、結構ここのスペースが広い。そして最後に、シューズボックス。ここがね、とても広いんですね。わー、こんなに靴、どうやって置くんでしょうか。でもここにベビーカーとか置くのにすごい良さそうですね。てれー。以上、簡単なルームツアーでした。美味しかった。美味しかったわ。なんか家じゃ絶対作れん味よね。ああいう麻婆豆腐は絶対。あれはちょっとね。あれはラー油売ってるらしいで、あそこで。え、そう、ラー油がねやっぱいいんかな。お豆腐の感じもめっちゃ美味しかったし、てか全部美味しかったね。お客さん全員麻婆豆腐食ってた。全員麻婆豆腐やったな。でも天津飯の人隣来てたで。そう。見た。めっちゃでかかった。しかも夜コースで6000とかの店からさ、ちゃんとしてるよな、ね、メニューもなんかすげえ本格的な感じ。本格的な感じだった。美味しかったわ。
仙台と、あ、ペット。おう。わあ、でもすごい高。わあ、35階。はい、皆様おはようございます。というわけでただいまの時刻は夜の9時半になりました。ちょっと仮眠をして休んだので、今からですね夜ご飯を買いに行ってホテルの中で今日はもう食べて寝たいと思います。ちょっとねいろいろ今日はバタバタでしたが、イエーイ、大阪に来てワクワクです。じゃあ買いに行ってきます。ワクワク様です。ワクワク様です。よいしょ、はい、帰ってきました。彼はですね一人でご飯を食べに行きまして、私はもうちょっと疲れてたのでお惣菜を買って今から食べます。今日の私の夜ご飯です。このいちごめっちゃ美味しそうやった。ではではいただきます。ちょっとご飯を食べながら少しおしゃべりしていこうと思います。今、大阪にいるんですけども、いろいろありまして、その彼がですねあの契約購入した2年前ぐらいに購入したマンションがあのこの時期このタイミングで完成して、で入居ができるようになったんですね。なのでまあちょっとそういうあれで今回ちょっと、まあ、いつまで住むか分かんないんですけど大阪に住むことになりました。関西の皆様よろしくお願いします。私は大学の時に関西と、でそれから社会人 1,2 年目の時に関西に住んでたので、あの知り合いはあの何人かいたり、あと親戚も少しいたりします。まあただあのこう同世代の方、子供がこれから生まれたりとか、最近産んだとか、まああとそうですね、まあ同世代じゃなくてもそういうママ友みたいな友達は今のところゼロなので、うん、そこがちょっと不安かなっていう感じはします。なんか話を聞くと、その行政とかがやってる母親とその子供が一緒に参加できるクラスとか教室とかイベントとか、そういうのが地域であったりするみたいなので、うん、そういうところでね知り合いとかできるのかなとか、どうなんだろうって。最初まあ乳幼児だからね、あんまり何きっかけでママ友ができるのかがよくわからないんですけど、うん、まあ気軽にねちょっとこう公園とか一緒にお家で遊んだりとか、なんかそういうことができる友達がね作れたらいいなって思います。ここがちょっと今不安かな。まあでも今日新しいそのお家初めて見て、うん、ね、新しい生活楽しみなんですが、ただ私すぐ大阪に住むわけじゃなくって、一旦その出産に向けて広島で過ごしますので、明日はちょっといろいろまた役所に行ったりとかして手続きしたりするんですけど、明後日に、私の両親が広島から大阪に来て、で彼のご両親も奈良から、大阪に来てくださって、でこの両家で初めて顔合わせっていうのをこのタイミングで大阪でするんですけど、なのでまあ大阪に来たっていうのもあるんですけど、まあ大阪で顔合わせをします。でその後もう明後日ですね、そのままあの広島に私と彼とで、行くっていう感じです。
まあ、彼は別に広島に住む予定はないんですけど、私の家族に挨拶、ね、して回ったりとか、おばあちゃんに会ってもらったりとかする予定です。で、私はもうそのまま出産で、それからまあ生後をね、どんぐらいまで実家で過ごすのがいいのかまだ全然わかんないんですけど、まあ、自分の体力の回復具合とかいろいろ見ながら、うん、まあ、両親にもねどんぐらい負担がかかるかわかんないんですけど、うん、赤ちゃんとの生活に少しねちょっと慣れてきたらいいなと思うんですけど、その時期で。それで広島で数ヶ月過ごして、でそこから大阪に本格的に住み始めるっていう感じになりました。そうですね、私だから、まあ、幼少期からずっとお父さんのね転勤でずっといろんなところを転々としてきたので、生まれたのは大阪だったんだけど、そこから関東の方、栃木とか横浜とか住んだりして、でそこから福岡行って、で広島に来て、で、まあ、中高広島で過ごしたんですけど、でそこから大学に関西で出て、で留学行って、でまあ就職で関西の姫路に最初住んでたんですけど、姫路に住んでて、でそこから東京に転勤になって東京住んでっていう感じで、結構一つのエリアに今回も結局東京は3年生活して終わったんですけど、うん、まあ私は結構そういう転勤とか引っ越しとかだいぶ環境変わることにはあんまり抵抗感はないので、うん、新しいね大阪、まあ、広島少し挟みますが、そこでの生活でまたね楽しんでいけたらいいなって、まあこうやって環境変わるのは結構、うん、私はそんなに嫌いではないので、まあただねベビーがやっぱりいるっていうのがね全然想像がつかないので、どんな暮らしになるのか、結構そういう孤独感とか閉塞感とかあったりするって、母親楽器をこの間も受けたんですけど、そういうの言ってたりしてて、お母さんのねやっぱり一人孤独感みたいなのがね、産後鬱につながったりとか、なんかそういうことも聞いたりするので、まあ彼とね協力してやっていきたいなとは思ってるんですけど、あ、ただ彼もねやっぱ仕事忙しいし、東京に今やっぱり会社の拠点があってメンバーもいるので、大阪は正直その仕事する場所ではないというか、まあ、リモートでも仕事はできることは全然あると思うんだけど、やっぱり東京がベースになると思うので、まあ、大阪東京行ったり来たりっていう生活の中で、私は基本もうずっと大阪でベビーと2人っていう感じになるのかなと思うとちょっとやっぱ不安なので、こうやってYouTube とか、まあ、SNS とかでね、いろいろこう皆さんとね、おしゃべりしたり、動画とかでねコメントくださったりとか、そういうちょっとコミュニケーションも取れるのもすごいやっぱ嬉しいし、本当はねだからちょっと、まあ、ちょっと怖いけど、そういうなんだろうな、 YouTube とか、まあ、そういう SNS とか通じて友達ができたりとか、そういうのもあったらいいなって思ったりはします。あ、このグラタン美味しい。いやでも本当引っ越し作業マジで大変だった。しばらくはちょっと落ち着きたいけど、はい、というわけでちょっと語ってしまいましたが、残りのちょっとご飯を食べて、今日はぐっすり寝て、明日ですね、またちょっと区役所の方に行ったりとか、それからちょっと明日金曜日なんでね、動画を編集しないと。はい、今週も動画を見てくださってありがとうございました。皆さんもお体大切に、楽しい人生を、うん、新しい環境にねもし移る方とかねいらっしゃれば、一緒に楽しんでいきましょう。この動画少しでも楽しんでいただけたら、いいねとチャンネル登録、それから SNS もインスタだったりツイッターとかやってますので、また見ていただけたら嬉しいです。ではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。今の心境は、正直
やっぱ I'm sorry と言うほかないですね。はい、まあ、今回店を貸してしまったんですけど、まあ、ここからこれを生かして、まあ、次にどう生かしていくか思ってるんで、まあ、次に向けて精一杯やっていきたいと思います。はい、以上中川選手のインタビューでした。よいしょ、本杉本杉。